ビールを紹介します。白ご飯にある最強の養殖を追い求める男、岡沢はじめ。いい名前だね、それね。本名？本名です。これはいい名前。まあ当て字だけど、この字で始め、名前負けして。ね、本当に嘘だって。だってそうだろうよ、お前ロールキャベツが一番飯に合うなんてパイオニアのことを知らせたわけだろう。やばいよ、素晴らしい。出身は愛知県です。愛知県は、キャベツの産地としても全国的に有名な。知らなかったわ。愛知、食べ、あ、はい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 。渥美半島。そうです。はいはい、知ってた。いや、まあ、私、ネクラだわ。そんなことを思い出せって、どういう、どんな人生なんだよ、私。職業は IT ベンチャー、ベンチャー企業勤務です。まあ、幼少期、うちの母が料理が大好きで、白ご飯をどんどん食べるようになり、お母さん結構、研究でございます。これ、1歳の誕生日の写真です。1歳の誕生日の割には、皿の上が渋いな。で、中学校にはですね、1日3合の白飯を食べるようになって、ね、まあ、体重が100キロ近く、まあ、この時の写真ですね。何が気になるって、達筆だな。なあ、これすごいよね。中学校であの崩し方はすごいよ。夢があったけど、ロールキャベツ。ね、ロールキャベツ。で、大学になってですね、関東の方に出てきて、もう20年で1万件を食べ歩いて。1万件養殖屋さんで。養殖、西洋料理、あとカフェ飯みたいなところも含めて、あ、養殖全般。そうだね。そう、ロールキャベツ1万件も出すんだと思って。これからはだけなんだ。そうですね。そうだよな、言っちゃったな、お前。ロールキャベツ食べれないぞ、お前。大変だぞ、お前。いいの食べたいときあるんだけど。ロールキャベツ、ロールキャベツか。そうか。私があることはある。まずは、定番中の定番のロールキャベツ。あ、もういきなり、あ、いきなり。こちらはですね、塩気のパンチとか、一番効いているし、これですごくご飯に合う。でも私、食べなくて待ちわかるって言ったけど、おそらくもう20年近く食べてないかね。こちらが創業、昭和30年8年。私がその20年前にお店に行ってた頃に、もうお店古かったんですね。ではそれではですね、早速あのロールキャベツを食べていただきたいと思います。ご飯にめちゃくちゃ合います。でパティはですね、こちら豚7牛3で、まあ、さっぱり味になっていて、つなぎを使わない塩とことでかなり塩は多めなんです。でこれが塩系のパンチの源になっています。でキャベツは、まあ、愛知県産の甘みが際立つキャベツを使ってまして、小中大と、まあ、違う大きさのキャベツの葉で3枚でしっかり混ぜて、なんでキャベツにこう味わいが出るっていうのと、スープを吸ってくれるっていうことで、濃厚な鶏ガラスープで4時間じっくり煮込んでいて、で特徴はですね、そのロールキャベツを煮込んだスープをシチューにしてる。ホワイトソースなんですけれども、牛乳を使っていなくてですね。え、じゃあこの白濁した色は鶏ガラスープの色なの？そこにラードであったりとか、小麦粉であったりということでとろみをつけていて、どちらかという